今日は言語を使うことあの言葉言語まあまあどっちでもいいんですけどあの僕はなんかあの毎日毎日たくさん話してますよねまあ 生徒さんと話すこともある、奥さんと話すこともある、ポッドキャストで皆さんに話すこともある、まあ、皆さんに話す、奥さんに話す、えー、生徒さんに話す。でもそれは本当に僕は誰かに何かを伝えたいから話しているんでしょうかそれだけですか本当に理由は それだけなのか最近それを不思議に思いました。言語というのは使われるべきものでもそれは必ずあの誰かに何かを伝えるという、まあ、そういうシンプルな理由だけなのかなとちょっといろいろ考えてみましたね。まあ言葉というのは あの考えをまとめるために使われるるととも言ええまますよね考えをまとめ,るため僕が僕自身が何を考えているのかでもそれは本当に僕自身が僕自身のために自分を知るためだけに話しているのかなとそれさえもちょっと疑問に思いますよね。まあ何を話しているかというと何を今言っているかというと なんか、なんか引っかかるわけですよ。ちょっとこう、まあ、まあこういうことを言うとちょっとコンスピラシーのようなね、もうちょっとじゃないですね。かなりコンスピラシーのような、かなりこう、スピリチュアルというか、まあ、そういう話にも聞こえるかもしれないですけど、いわゆる言語を使って、言葉を使って、えー、なんかこう、話し続けるというのは、 なんかこう自分だけのためやそれとも自分とその自分の前にいる人、まあ、周りの人たち、まあ、コミュニケーションのためだけとはどうしても思えないんですよ。何かこうもっとねこ,うこの先に何かがあるんじゃないのかと、まあ、そういうことさえも感じるんですねじゃあそのの先にあるのは何かとというとね。 なんかやっぱ未来の何かこうミッションみたいなもの未来の何かこう世界みたいなもの未来に広がる世界と今僕たちが毎日使っている言語というのが何かこう,繋がっているような気がすするんですよね何かね話せば話すほどいろいろなものがクリアになっていく明らかになっていくいい感じがするいい気持ちがするそんなが 気さえすするんですよねだからたくさん話した日はなんかこうあ僕はなんか今日いい感じがする、ね、でも全然話さなかった日はなんかこう悪い気持ちがするまあそんな気さえするんですよね。前回あのマクドナルドの話をした時にこうマクドナルドでまあマクドナルドに久しぶりにね で注文するときにその今までのような、まあ、人と人がこう言葉を使って注文するねあ「これお願いします」まあすごい簡単ですよ。指差しながらメニュー見て、はい、これを一一つつ、えー、とあとつみたいなでそういうのがあまりなくなっていってなんか最近お店に入ってもタッチパネルがあってそこで注文とかモバイルオーダーしたりとか。 でなんかこうあのまあウェイターウェイトレスそういうあの人との関係もないしあとあの食,べ食べてる時ね驚くべきことにほとんど全ての人たちが、まあ、携帯電話を見ながら食べてるんですよね一人の人は一人で来ている人はまあ理解できますよねでも二人で来ている人もそんな感じなんですよ例えば親子ね 例えばあのお父さんと息子とかお母さんと娘とかお父さんと娘とかお母さんと娘とかまあ大抵2人なんか3人以上ってなるとまあ日本のマクドナルドあんまりそう広い席もないしねまあよくあるのが2人とかですよね多分その日はあの休みの日だったし祝日ですよね祝日だったんでまあ例えばまあ 家族の中でね、まあ、例えば、まあ、僕,僕たちみたいな人ですよね。えー、奥さんは仕事でじゃあ僕と子供だけで二人で家で料理を作って食べるのはめんどくさいからまあいいやマクドナルドに行こうみたいな、まあ、そういうパターン多いと思うんですよ。驚くべきことにもしくは驚かない驚かない, <laughs> かないまあその想像できるような感じでしたけど。 えー、その2人の家族はあのお互いがお互いの携帯電話を見ながら食べてましたよねそこに会話はないでそういうことを見た時に僕はね何かこう間違ってると思うんですよ何かが悪いと思ってしまうでねそれは家族の中に会話がないとか目の前に人がいるのにあの携帯電話を見ながらその 食べているマナーが悪いとか、そ,そういうことじゃないんですね。まあ、もちろんそれもあるけど、それだけではないんです。なんかとても悪いこと、罪深いことをしているようなね。これ、人間のね。人間としてですよ。人間として何かこう、何かにこう逆らっているような気さえするんです。これ、人間の未来にとって悪いこと。 それがあの僕たちが言葉を十分使ってない。なんかそんな気さえするんですこれかなりあれでしょこの話ってちょっとコンスピラシーっぽいでしょもしくは宗教っぽいかもしれない。なんかその言葉っていうのをねもっとちゃんとあのち,ゃんちゃんとっていうのがその文法的に正しいとかボキャブラリーがいいとかそういうことじゃなくてもっと頻繁に言葉を あの発した方がいいと思うんです言葉を発するね。ちゃんと発音するっていうことね。言葉を使うっていうこと。話すっていうこと。聞くっていうこと。考えて、考えながら言葉を使う。僕が毎日しているようなことを全ての、世界中の全ての人がするべきだと思ってしまう。で、その理由がまだ分かりません。<laughs> まだ分からない。僕は今、違和感を感じてるだけね。 人々があの言葉を発していない。人々があのテキストで、あのー、コミュニケーションをとっている。で、そこに何かこう違和感を感じている状態が今ですよね。で、理由がまだはっきりしない。でも理由を感じてます。僕は何かこう未来からのなんかこう未来が少し見える時があるんですよね。まあこういうことを言うとまた <laughs>、怪しいこいつと思われるかもしれないって。まあいいんですよ。もう十分怪しい。 僕はもう十分怪しいですそもそもね僕がこういう生活をしできてるっていうことはもう怪しいですこの世界のこうあの何て言うかなあの不思議をこう体現してるからねそうだと思いますよなんかこんな話を毎日して。 まあしかもこのポッドキャストだけじゃなくてね生徒さんと話すのも大抵こんなこといや何か僕は感じるんですよ未来からのメッセージを」みたいなことを言って「お先生本当ですか?」みたいな何なて言うかな何なて言うのこれおかしいでしょこんな人が普通に生活をしているね普通にあの僕毎日生活してて子供を育ててるわけですよ子供が学校に行ってるわけですよでまあ あのー、子供に鉛筆を買ってるわけです、まあ、こういうことを言いながら「いや何かね未来からのメッセージを感じるんですよね」あ先生そうですか、まあ、今日もレッスンありがとうございましたはいお金でそのお金をもらってよし子供にじゃあ、あのー、UFO キャッチャーでもやるか <laughs> いやそ,そうじゃなくて「まあ、鉛筆でも買いますか、えー、本でも買おう」ね、えー、子供はあは、のー、アートスクールに行ったり 将棋のクラスにに行ったり、まあ、普通に生活ができてるわけででですす不不思思議議しょなんよそもそも不思議なことを言ってそれが受け入れ,受け入れられてそして僕が生活をできている家賃が払えているあの食事が取れている旅館に泊まることができるたまにねでそういうのがもう何ていうかな不思議が不思議じゃなくなっているというのを体現してますよね。 不思議なことによって普通に現実的な生活ができている場合不思議はもう現実になっているということで不思議じゃないでしょだから僕が言っていることがやっぱりある意味受け入れられているというその何というかな事実があるんですよ事実がね事実があるんですよで事実がある時にそれはもうクレイジーな人のクレイジーな意見じゃないでしょ事実があるからね こ事実ですよ <laughs> 何回も言ってるこれ現実だからね現実ですからもし皆さんが「あのあ哲平さんはただのクレイジーな人です」というんであれば僕はストリートにいるはずでしょ今家の中にいないインターネットを持ってない MacBook を持ってないねでしょだってずっとクレイジーなことを言い続けてるからずっとクレイジーなことを言い続けてるのに 人々は僕の元を去っていかないですよねこれやっぱりじゃあクレイジーなのかそれともクレイジーじゃないのかというとクレイジーじゃなないいとししか説明できないできょ僕はいつもいつも変なことを言ってでも人々は僕を去っていかないですよね。ってことはこれは変なことじゃないっていうことを証明してるでしょ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 ,でしょ まあ、とにかく今日僕が皆さんに言いたかったのは僕は未来からの何かこうメッセージメッセージというか未来が見えている <laughs> まあかなりクレイジーに聞こえますよねクレイジーに聞こえるけどクレイジーじゃないんですよ僕は未来が見えていてその未来では言語というのがとても大事なものとしてあの使われているでかつてねその未来の人にとってかつて僕たちは 言語をおろそかにしそうになった時期がある。それが今だと思うんです言語をおろそかにする。ね。言語のことを大事にしない。大事に扱っていない時代があるとすれば、今より過去じゃなくて、今より未来じゃなくて、今なんですよ。今が多分僕たちが一番この発音すべき言葉をは発生してない。これテキストだと十分じゃないんです。言語はやっぱり使わなければいけない。 言語はやっぱり話さなければいいけけなな話さなければおそらくうまく組み立てられないというかうまくこのいわゆる直感的なことを、あのー、多分使えないんですよね。えー、僕は本を書いて書いてた時にあの気が付いたことがそれですね。本を書くと本を書くこととポッドキャストを作ることは結構違う。というか全然違う。ポッドキャストを書くのはなんか例えば サッカーやってるみたいな感じですよねもう今ボール飛んできて今ボール取ってもうね考えてる暇がないんです。もうなんかサッカーやってるからスポーツみたいなね。あれであの森の中を走ってるみたいな感じで次から次に木があるから木を避けながらあの足元気をつけながら行くんですけどあのいわゆる落ち着いて考える時間なんてないんでもうちょ,っとちょっと直感的に。 進んんででいいくしかないんですよねもうサッカーやってるような感じねバスケットボールやるような感じ考えてるあ,あの座って考える時間がないんですよそれに比べて本を書くときは座って考えてるでその2つの違いによってそのアイデアも変わってくるんですよねでねやっぱりその走りながら考えるみたいなアイデアの方がもっとねなんか素直なんですよね素直 もっとピュアでもっとあの直感的でもっと何ていうかないわゆるその例えばですよ政治家たちがね政治家たちがあのスピーチをするときにまず書いてそれを読みますよねあれあれですよねあれが完全な欺瞞っていうか嘘っていうか欺きというかいろいろなものがその表と裏が。 いいろいろなスタンもうトリプルでもっともっともっといろんなスタンダードを組み上げてもう人間が本当にこう人間の正直なところがなくなったようなえ言語それがあのでですすももう準備されたものですよ何度も何度もいろいろな人にダブルチェックトリプルチェックどころじゃない100人ぐらいのスピーチライターが全部チェックしたようなものそれに価値がありますか それに何の価値がありますかいやもちろんなんかその政治的な価値はあるかもしれないけど本当に必要な、あのー、価値がありますか人間としてのね。そして人間の人間としての一番こう大事なコミュニケーションがこういうなんかサッカーしながらあのかん使ってる頭とかなんかこう森のなんか走りながら使ってる頭のようにそんな感じで話す。それが まあ、スクリプトのないあのスピーチいわゆる、まあ、僕のポッドキャストみたいなものですよ人と人の会話みたいなもんですよもう一本勝負、ね、準備はなし切ると切られるか <laughs> じゃなくて、まあ、一緒に、まあ、あのなんていうかなそこでこう即興ですよねジャズの即興演奏とかに何かこう魅力を感じるのが僕はそういうことだと。 思いますよ、ねまあジャズだけじゃなくてもいいあのグレートフルデッドのライブでもいいなんていうかなそこになんかすごくこう純粋で正直なものを感じるんですよもう言い訳ができないもうなんか準備できないものね準備しないものに感じるそのピュアさというか正直さみたいなものを僕は言語の中でも使っていくべきだと思うんですね。テキストでいいいいろろ書書書書てててててきき直して書いて書き直ししじゃなくて あの言葉でねもうそのの場でもう取り消せないものそれが人と人とのまあ伝統的なコミュニケーション会話ですよね会話にはなかなかこう訂正することができない取り消すことができないえ絵文字を使うことができないえ定型文ねそのえ定型文は何て言うかな定型文は定型文まあ定型文は 定型文でいいんですけど、定型文のなんか英語がありますよね。なんかまあ、コピーペーストできるような。まあ,あのテンプレートかカタカナでも使えますね。テンプレートテンプレートテンプレートがないんですよ。この会話ではね。まあ、ある程度ある程度ある程度ね。よろしくお願いします。みたいな。どうもどうもよろしくお願いします。<laughs> あるけど、まあほとんど自然な会話にはテンプレートも使えないしね。だから。 本当にその人間がピュアでピュアというとあれだな。もっと率直ですよね。もっとダイレクト。でも、その親切さやあの丁寧さを失わずにだから、いつも僕はここで繰り返して言ってきた。そのまあ親切にたくさん話をしましょうと丁寧に丁寧な言葉遣いで、たくさんのあの議論をしましょう。たくさんの会話をしよう。これがあの。 僕が伝えたいことですよねもし今日僕が人生が終わるとしたらそれがあの一番伝えたかったことですこのポッドキャストで一番伝えたかったことはあのたくさんの人にたくさん会話をしましょうとそれは言語はもちろん何語でもいいんです何語でもいいでも外国語でね外国語を勉強するときに例えば1時間のレッスンで1時間ノンストップで会話をしようこういうあの ことを初めてやるわけです僕たちは僕も日本語だけではそんなコンセプトはなかったでも例えば英語のクラスでねじゃあ1時間みんなでノンストップで話しましょう話したいことがなくても話しましょう、ね、とにかく1時間声を出し続ける聞き続ける話し続けるこれこれをね、えー、外国語を勉強することによって気がつくんですあこれいいなとでそれを自分の言語でもやるべきですよ すべて,ての人が友達とか家族だけでは十分じゃないそれ以外の人とももっともっと会話をするべき毎日毎日もし24時間あるんだったらまあ少なくとも5時間ぐらいは他人と会話をし続けるべきだと思う僕はそれぐらい思う一日5時間ねそうすれば世界はもっと良くなるなんかそんな気さえするそしてその高い、あのー、会話力ですね 全ててのの人間の高い会話力が多分ねね未来になるるとそれをを使ってプロググラミングを始めたりすすんですよ、ね、もうすでに今あの僕たちは自然言語この普通に使っている言語でプログラミングができるようになってきた今まではプログラミング言語は必要だったけどこれからは僕たちの日常的な言葉でコンピューターと会話をしたりまあコンピューターを作るってことですねことができるようになるそしてそ,それがね多分ねあの高いレベルで 言語を使える人たちがもっとたくさん増えないとあのうまくいかないんですよ何か多分おそらく未来のだから僕はこのメッセージを受け取っているなので僕は今言えることは一つだけもっと会話をしましょうもっとたくさん話しましょうあの人でもいい二人でもいい一万人でもいいですたくさんの人とこうコミュニケーションを取りましょう僕は多分一万人以上の人と毎日コミュニケーションができている。 で、こういう人がもっと増えていいと思う。なので、もっともっと会話を,だ会話をして、声を出して、耳を使って、耳と口、ねこれを、これをもっとたくさん使ってください。というわけで、ちょうちょう、明日の英語、またね、またね、戻る。